超有名音楽番組にご出演するってことで、おめでとうございます。ありがとうございます。おはようございます。出た。何ですか？おはようございます。おはようございます。ちょっと聞いたんですけど、うん、超有名大物司会者の超有名音楽番組にご出演するってことで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。で、リハーサルにちょっと密着させていただこうかなと思いました。あ、密着するんですか？はい。わかりました。で、その有名司会者の番組に出るっていうことで、ちょっとお願いあるんですけど、はい、お願いがちょっとありまして、はい、会話するじゃないですか、一応その司会者さんと。はい、お話しさせていただくと思います。その時に返事する時に言えるわけがない。どこの番組かお分かりです？なんで言われてるんですか？ね、めちゃめちゃ業界歴長いですよね。ちゃんとその辺はご丁寧にやらさせてください。私だってって言ってくれるかな。言わない。本当にダメです。もうこっちはもう集中しても行くわけですから。ちなみに何歌われるんですか？香水を。エイトさんの香水はこの YouTube チャンネルで歌ってみたで初めてのね、歌ってみた第1弾でやらさせていただいた香水を歌わせていただきます。邪魔しないように密着しますんで。本当ですか？はい、だいぶもうすでに邪魔ですけど。はい、お願いします。はい、お疲れ様でした。いやー、リハーサル見させていただいてめちゃくちゃ感動しました。嘘でしょ。宇野さんの透き通る歌声、透き通るとか、しびるわーと思いました。透き通るとか、なんかリアルに言われたことないです。ちょっと聞いてて思ったんですけど。何ですか？やっぱりドルチ&ガッパナ好きなんですか？ちゃんと聞いてた。心に響いて聞いた結果、ドルチ&ガッパナ好きなのかなって感想だったの。なんかいくつか持ってんだろうなと。どんな心で聞いてんだよ。本当に当日は心を込めて大事に歌わせていただきたいなと思います。わかりました。じゃあ当日本番、はい、生放送、いろんな人が見てて、なんなのそのプレッシャーをかける感じ。意地悪。超大物司会者、もういいよ。生放送、わかったよ。心配、失敗できない。失敗できないとか言わないで。頑張ってください。はい、頑張ります。応援してます。はい、ありがとうございます。どうしました？来ちゃいました。え？来ちゃいました。ダメですよ。今日晴れ姿。いや、それ、いや晴れ姿だからとかで、こんなことが来なくても。はい。いい、大丈夫。いやいや、もう、来とかないと、やっぱり。
セブンなんですか、はい、もう嬉しいですけど、今の気持ち4文字熟語で言ってます。4文字熟語、ああ一生懸命、ああなるほどなるほどじゃないよ、意外と普通でした、うるせえなもうね、私今ちょっとね、もう今日気合入って大事なんやんで、ね、ちょっと邪魔しないでもらっていい、普通に行きたいのもうね、楽屋に、あのもうね、あの時間決まってるから、邪魔しないでもらっていい、もういい、もう分かりました、じゃあ私行きますね、はい、ありがとうございますね、頑張ってください、はい、さよなら、はい、意外と今日ね、寝れたんで、なんかあのすっきりはしてます、そわそわしてますけどね、特に今日は一人なんでね、あのそわそわはしてます。とりあえずはリハはあの、ね、いろいろこう耳の環境とか、まあ、なんかいろんな本番を想定して、生放送の自分の緊張もこれぐらい上がるのかなとか、いろいろこうイメージしながら、リハーサルしていきたいと思います。おはようございます、くのみさん、おはようございます、おはようございます、なんでいるんですか、感動しました、応援しました、待つ、ずっと待ってたの、ずっと待ってましたすごいすごい根気ですね、寒いんで、あの車乗せてもらっていいですか、割と涼しいですね、すいません、失礼します、いいけども、ライブ終わった直後のね、お疲れ様ですに対してちょっと涼しい感じがありますけど、お疲れ様でした、お疲れ様でした、どうでした、感慨深かったです、感激してました、緊張した一日でしたけど、でもなんかこんな風になんかこう続けてきてたら、こんななんかこう予期せぬことが起きるんだなって思って、感謝でしかないなって思って歌いました、歌いながらいろいろ思ってました、実はどういうこと、ああもうなんか終わっちゃうなとか、ああなんだろう、あすごいありがたいなとか、あでもこれみんな見てくれてるのかなとか、あこれでなんかまた香水聞いてくれたらいいなとか、 YouTube 見てくれたらいいなとかまで若干思ってた、すごい余裕がでもまあ終わってよかったって感じもしたし、もう今もう、なるほど、なんか見て思ったのが手のパフォーマンス、手、え、嘘、私手やってた、めちゃめちゃ右手動いてました、嘘、なんか右手あんまけ、なんかあんま動かさない方がいいかなと思ってたんだけど、動いてた、めちゃくちゃ動いてました、やっぱやっちゃった、うざくなかったですか、右手が、右手の動いてる感じと左手がグーってなってる感じこのドレスをギューってやつでしょ、はい、やってました、命綱みたいなやつもここがもうなんかギューってここにね、なんかこうね、もう出てた、すべてはこのスカートに頼るしかなくて、もうあとは本番ギリギリまではスタッフさんとね大丈夫だよって言ってくれてたんですけど、もうあとは一人じゃないですか、スカート助けてってやりながら、さあこっちが余裕だったんでしょうね、こっちは楽しんじゃったんでしょうちょっともうお腹空いてるし、はい、終わってきた、安心、お腹空いてる、ご飯行きたい、だからちょっと出てってもらっていいですか帰った方がいいですか、うん、ありがとう、ありがとうございました、気をつけて帰って、ありがとうございました。